東京2020パラリンピックの初日であり、日本はパラリンピック水泳選手の山田美幸による記録破りの勝利で、大会の最初のメダルを獲得しました。山田はわずか14歳で、日本のパラリンピックチームで最年少のアスリートです。彼女は現在、国内最年少のパラリンピックメダリストです。アスリートは、 2時26分18秒の時間で女性の 100M 背泳ぎの S2 クラスで銀をかじった。ピンキューイクは2時16分61のタイムでシンガポール初のカラリンピック金メダルを獲得しました。ブロンズで3位に入ったのは2時36分52秒のメキシコのファビオラ・ラミレスでした。新潟県出身の山田さんは 腕を持たずに生まれ、足の動きが限られているため、ほとんどの時間を車椅子で過ごしています。彼女の公式パラリンピックプロフィールによると、若いアスリートは全足の症状を緩和するために5歳で水泳を始めましたが、2016年のリオゲームを見た後、パラリンピックのトレーニングを開始するように促されました。